じゃあちょっと燃やします、これいきます燃やします、はい、性癖を熱く語ってということで、はあ、あの神田さん性癖、まあ、首絞め以外で何かありますか？別に首絞め性癖じゃないんだよあれおかしいな、違うんだよ、あれ首絞めじゃないんですか？私の性癖か、性癖ってなんだろう、はいはい、うん、性癖ってなんだろう、なんか今まで話したことあります？性癖についてとか。あ、でも私あの、うん、昔言ってんですけども、尻が好きだっていう話をして、あ、だからスパンキングは OK なの？あ、それは、うん、そうですね、それはいい、なるほど、それはいいそれはいいよその差はちょっとわかんないですけども、あ、アイドルが好きとかあのギャルが好き、褐色が好きとか今出てますよ、コメント欄で。褐色が好きはありますね、うん、褐色のどのあたりが好きなんですか？なんでだろう、綺麗ですよね、褐色って。あー、まあ確かに確かに、僕もよくこ う、 うピクシブとかペクシブとかでね、あの、はい、褐色ギャルのなんかビキニの画像とか見たりしてますけど、まあまあまあ間違いないですよね、いいですよね、褐色ギャル。そうですね、イブラヒムかなって言われてますけど、まあすね、イブラヒムじゃねえだろあれあれ、石油、うちの石油王、あれもしかして私の性癖ど真ん中イブラだったまさかのイブカンだ、イブカン始まったなイブカンはない、イブラヒムっていう可愛い子いるよって言われてますけどもやめてくれ絶対いない。そうね、まあ性癖、今先ほどね、僕もあの首絞めのターンでちょっと言いましたけども、はい、あの、まあ、自他ともに認めるド M なのであのメス豚とか言われたいんですよね。あ、なるほど、言われたいタイプなんだ。そうです、そうです、あの全然あの自分自身はド S とかでは全くないので、はい、あのこのメス豚とか、あの黙れブスとか言われたい感じ。ちょっとそうか、あ、言わされたいタイプじゃなくて言われたいタイプ。言われたい、あの夢は三浦春馬に黙れブスって言われることですね。あー、なるほど、はい、もうそのために活動頑張ってるみたいな感じですね。あー、まあ、なんか叶いそうですけどね、頑張れば。え、本当？叶うんじゃないですか、頑張っていけば。目の前に言ったら言ってもらえますかね、黙れブスって。いや、お金さえ積めばなんとかまた金で解決しようとさせるいや、大体世の中だったら金で解決できるんですよ、まあ、確かに、まあそうなんでしょうけど、まあ、神田さんのあの、はいはい、ド S ボイスとかって出てないんですか？あ、その10万人の中でいろいろ言いましたよ。あ、じゃあちょっとまたそれを今日お風呂で聞かせていただく感じ。はい、なんか多分コメント欄でみんながいい感じにタイムを書いてくれてると思うので。あ、わかりました、はい。他じゃあなんか特にこう分かりやすい性癖みたいなのはないですか？うんうん、いや、一つあるとしたらお尻ですかね。あ、やっぱりケツ。ケツ、そんなにケツがいいケツの何がいいの？あ、何がいいんでしょうね、なんだろう、薄いのがダメで、はあ、私あの肉付きのいい人が好きなんですよ。でかいケツがいいの？でかいケツっていうか、もう全体的に肉付きいい方が、いや、太ってるとかじゃなくて、ほい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 、ムチムチ、まあ、標準よりもそうですね、ちょっとにお肉ついてるぐらいが好きだなっていう感じがあって。なるほどなるほど、まあ、で悪くないですね。そうですね、はい、いいですね、うん、お尻がそうですね、大きい、うんうん、丸いのがいいのかな。あ、丸いお尻か、なるほどな、ね、ちょっと軍道のケツ触らせてもらわなかったな、そういえば。いやー、あの人はもうガリガリそう、細いんだよな、エルカブとか言ってますけど、あと軍道細いんだよなもうちょっとね、食べてもいいんじゃないかなって思いますけどね。まあそうですね、心配ですけども、まあまあ大丈夫でしょう、なんか食べてる、食べなんか変な食べ方してるみたいですけど